2019年5月10日18時43分、オタクマ経済新聞ミュージカル、青春青春鉄道すべての道は、所沢へ通ず、様々な鉄道を擬人化した青春さんのコミック、青春鉄道を原作としたミュージカルシリーズ。初のスピンオフ作として、あの西武グループが選ばれました。西武グループのスピン、これ以上適した劇場はないという。西武グループの品川プリンスホテルクラブ XX で2019年5月9日から始まったミュージカル、青春青春鉄道すべての道は、所沢へ本公演を前に公開ゲネプロが行われ、キャストが記者会見を行いました。さあみんな、声を合わせて、会長、万歳。222。これまでのミュージカル、青春青春鉄道で、暑苦しいまでの、会長。222。愛を見せていたキメルさん演じる西武池袋線。その念願かなって。2。丸ごと、西武推しの、スピンオフ作品が誕生しました。登場するのは、西武鉄道各線と秩父線から直通運転、お花畑から秩父本線の長瀞、壬生口までしている秩父鉄道。西武グループではありません。記者会主演となる西武池袋線役のキメルさんは4作目にして初のスピンオフということで我が西武グループ嬉しく思っております。ずっとミュージカルでは、西武グループを支えてきたんですけど、今回はより素晴らしい西武グループをお見せしたいと意気込みを語ってくれました。また、西武安比奈線、入間川の砂利運搬のために、西武新宿線の南大塚安比奈の区間で1925年、開業した貨物線。1963年に2017年5月31日付で廃止も渡辺浩二さんが演じることで復活運行を果たします。気になる内容についてです。西武秩父線を演じる滝口幸宏さんに稽古が始まるときに演出の川尻啓太さんとキメルさんからやばい世界観を作ると聞かされたそうで、ちょっと何個撮ってんだろうな。って思ってたんですけど、稽古が始まると、やばい世界ってのはこういうことを言ってたんだなと見えて、一刻も早く、本音ではこの世界から抜け出したいと格好は。そんな世界に、皆さんを巻き込んでいけたらと思っていますとのこと。この点については西武園戦役の馬場亮おばさんも、これはお客様を、洗脳していく作業だなとか。開演して5分くらいは、なんて舞台に来ちまったんだと、戦々恐々とするかもしれません。多分終わる頃には涙を流しながら、万歳。と叫んでいるんじゃないかという気持ちで演じると、語ってくれています。また、この公演では回り舞台となっていますが、秩父鉄道役の森山英治さんによると、西武沿線役の馬場亮馬くんがいろいろなことをやるんですけど、舞台が回るせいで稽古通りに行かないんですね。もともと日替わり要素っていうのもあるんです。本来日替わりでない場面も、盆が回ることで毎回違うことになるんじゃないかと思いますと見どころを語って、何が待っているのかという期待と恐怖を抱きながら始まったゲネプロですが、会長の実は路線のマニアックな小ネタも入った、全編西武カラーに染まった舞台でした。会長こと、堤安次郎が1920年に起こした、箱根土地を源流に持つプリンスホテル、最初に、軽井沢の旧浅香宮くつかけ別邸をホテルとしたことから、プリンスのブランド名を持つで、これだけ、西武愛に満ちた公演はあったでしょうか。また、日替わりキャストとなる、レオライナー、西武山口線へ。身も心も捧げた西武狭山線の愛、もう見どころです。ステージ30以上もの小さなエピソードを、
オムニバス形式でつなげたもの。ある意味コントを連続で見ているような感じになっています。それぞれの元ネタは、鉄道ファンや西武線の沿線住民からすると、爆笑もの。もちろん、西武鉄道の路線について、詳しくなくても十分楽しめ、会長、堤康次郎によって開業した、多摩湖鉄道、西武多摩湖線から、1915年に開業し1932年に会長が買収した武蔵野鉄道、西武池袋線、1894年に開業した川越鉄道、西武国分寺線に始まる旧西武鉄道に、1917年に開業した多摩鉄道、西武多摩川線など、様々な私鉄が合併して、現在の西武鉄道になっているため、それぞれのキャラクターの違いもよく出ています。ちなみに、西武の由来となっている現在の東京メトロ丸の内線の新宿荻窪に当たる部分を走っていた路面電車、西武軌道から都電杉並線となり1963年に廃止と豆知識として覚えておくといいかもしれません。キャストが客席を行き来する観客参加型となっており、一緒に帰万歳とコールしているうち、だんだん楽しくなってくること。ミュージカル、青春青春鉄道すべての道は、所沢越ゆずは、2019年5月9日から5月19日の日程で、品川プリンスホテルクラブ X で上演中です。日によって開演時間が異なりますので、公演スケジュールの詳細は公式サイトで確認してください。C 青春、C ミュージカル、青春鉄道制作委員会取材協力、マーベラス、取材、崎村智樹ツイッターやってます。ニフティニュースをフル活用。